JYP は他の会社と比べてやり方がすごい独特なところがあるんですね。グローバリゼーションバイロカリゼーション、現地化による世界化という意味なんですけど、アーティストたちを世界に進出させる前に会社が世界に進出して現地の人を現地でデビューさせるという戦略なんですね。2020年日本で20プロジェクトをやって20がデビューして、2021年には中国でプロジェクト C がプリデビュー、2023年には日本で TWICE のミサモがユニット活動を始めて20プロジェクト2もやって、アメリカでは A2K をやってるんですね。このように他の会社ではなかなか見ることができない独特なやり方でやってる JYP なんですけど、今回は JYP のグローバリゼーションバイロカリゼーションについて話してみようかなと思います。ここでね、まず誤解しないでほしいのが、グローバリゼーションバイロカリゼーションというのはアーティストたちを世界に進出させないという意味ではないんですね。トワイスも世界に進出してるし、ストレイキッズはビルボード200で何回も1位になれるぐらい世界的に人気です。イッチとエンミクスの場合もミュージックビデオとか見てたらですね、英語のコメントが一番多くて2番目に日本語が多いくらい世界的に人気なんですね。じゃあグローバリゼーションバイロカリゼーションというのは一体何なのか。メインステージを韓国ではない国にするということなんですね。例えば20は最初は日本で頑張って、その後世界に進出して、プロジェクト C は最初は中国で頑張って、その後世界に進出して、 A2K でデビューしたグループは最初はアメリカで頑張って、その後世界に進出するということなんですね。ここで違うよ、20は世界に進出してないもんって思ってる方もいるんですよね。実は20もそろそろ世界に進出しようとしてます。20が日本でしか活動してないというのは普通に考えてもったいないんですね。韓国でも大人気なガールズグループ TWICE のコンセプトを継承してるし、韓国受けが良さそうなメンバーも多数いるんでね、20が韓国での活動を始めたら人気になるに間違いないんですね。そもそも彩香を20のメンバーにした目的の一つは韓国に進出するためだったと思うんですけど、なぜかまだ韓国に進出してないんですね。でも JYP は2023年以内に20を韓国で活動させるって言ってたんでですね、近いうちに20をミュージックバンクでも見れるようになるかもしれないんですね。そして韓国でも多くの20のファンができて、他の国のファンもたくさんできたら、 JYP が最初に言ってたグローバリゼーションバイロカリゼーションが成功することになるんですね。このようにですね、今はかなり現地で合わせたやり方でやってる JYP なんですけど、最初はそうじゃなかったんですね。実は JYPark がやり方を変えたきっかけがあります。 K-POP の歴が長い方はわかると思うんですけど、 JYPark ってなんかナルシストっぽいところありますよね。実際自己肯定感が非常に高い方なんですけど、それが昔は自己肯定感がもっと高くてですね、俺最高みたいな感じだったんですね。自分が最高だと思ってあんまり人が言うことを聞かなかったりしてたんですね。人に否定されても反対されても自分の感を信じて仕事を進めてました。でも面白いことにそれで大体うまく言ってたんですね。そして2007年にはワンダーガールズを活動させるためにテレビっていう曲を作ってたんですけど、この曲を出す前に多くのスタッフとワンダーガールズのメンバーたちに猛反対されました。この曲はあんまりにもダサすぎると、タイトル曲にはしないでほしいとね。でも JYPark は自分の感を信じてテルミをタイトル曲にしちゃったんですね。結果は社会現象にもなるぐらい大人気だったんです。それからも JYPark が作ったワンダーガールズの曲は全てがうまくいってました。どれぐらいだったかというと、あの少女時代さえもワンダーガールズの相手にならなかったんですね。そこで JYPark は思いました。さすがだな、僕誰がなんて言おうと正しいのは結局たった一人、この私。もはや歯止めが効かなくなった JYPark はアメリカでもうまくいけるという結論に至ってしまうんですね。結果は皆さんのご存知通り、会社の存続が危うくなるくらい大失敗だったんです。そこで JYPark は自分の思う全てが正しいわけではないというのが分かったんですね。そしてそのタイミングにタイでは 2PM のニ君がすごい人気になってました。ここで JYPark は分かったんですね。海外に進出するためには現地の人が必要だということをね。そしてそれから JYP には海外の練習生が増えました。 JYPark は日本のメンバーだけで構成されたアイドルグループを企画してたんですけど、企画は失敗して、企画してたメンバーのうち何かは TWICE のメンバーになったんですね。そして TWICE は日本人メンバーをヒットに日本で大成功して、自分の判断が間違ってなかったというのが分かった JYPark は後ほど日本であるプロジェクトを進めたんですね。それが二次プロジェクトなんです。そして二次プロジェクトによってデビューした NiziU が日本ですごい人気になることができたんで、次々と他の国でも現地化したアイドルグループを作ることになりました。これからどんどん韓国人のいない JYP のアイドルグループが出てくると思うんですけど、どんなグループが誕生するか楽しみなんですね。